火を灯した、ろうそく中華風ろう,そくろうそくは、弁紙などの糸あるいは、いグサを芯にして、その周囲に、円柱状に蝋を固めて成形した、透過用具ろ。ろうそくとも。ろうそくの先端にある芯に火を灯すと、炎の熱で周囲の蝋が誘拐して溜まり、液体の蝋が芯を伝わって吸い上げられる。芯に吸い上げられた蝋が、炎の周りで空気を取り込み、 高温ガスとなって燃焼する一連のサイクルが継続することで燃え続けることができる。ろうそくの原理に関する代表的な著作にマイケル・ファラデー著のろうそくの科学がある。なお、光源の明るさの単位のカンデラは、もともと特定の規格のろうそくの明るさを基準として決められた単位である。最も原始的な形のろうそくは蜜ろうを使った蜜ろうそくで、 紀元前3世紀頃には西洋や中国で製造されていたと言われている。古代エジプトではミイラ作成などで古くから蜜蝋が使われており、2300年前のツタンカーメンの王母からは、食材が発見されていることから、ロウソクが古くより使われていたと見られている。紀元前3世紀のエトルリアの遺跡から、食材の絵が出土し、この時代にロウソクがあったことは確かだとされる。 この時代の中国の遺跡でも食材が出土している。ヨーロッパにおいては、ガストの登場する19世紀まで、室内の主な照明として用いられた。キリスト教の天礼で必ず使われるため、修道院などで蜜蜂を飼い、草板から蜜ろうそくを生産することが行われた。釣り食材は、本来ろうそくを光源とするものであり、重木が長い棒の先に明かりをつけ、 ろうそくにそれぞれ添加した。密そくの他には重視を原料とするろうそくが生産された。マッコウクジラの農油を原料とするものが高級品とされ、19世紀にはアメリカ合衆国を中心に盛んに捕鯨が行われた。和ろうそくの製造元江戸時代にうを採集したハゼの木、日本でろうそくが最初に登場したのは奈良時代で、 仏教と共に伝来した中国からの輸入品の蜜ろうそくと考えられている。平安時代になり、剣闘紙が廃止されたため蜜ろうそくに代わって、松屋にろうそくの製造が始まったとも言われている。10世紀中頃の和名類受賞巻十二の記述には、投式運送府間毎年ともろうそく70兆と説明、記述されている。その後、 室町時代には日本でも本格的なろうそくが作られたが、宮廷や一部の寺院などでしか使うことができない貴重品だった。その後、ハゼの木や漆の実を原料にした和ろうそくが作られるようになった。江戸時代中期には各地でハゼの木の栽培が奨励され、和ろうそくの生産は増えたが、庶民にとっては高価な証明であり日常生活ではあまり使用されなかった。 明治時代になり、西洋ろうそくの輸入や国産化が始まり、昭和初期まで数百の和ろうそくの業者があったが次第に専門業者は減っていった。産業革命、石油化学工業の発達により18世紀後半以降、石油パラフィンからろうそくが作られるようになり、工業的大量を生産が可能になった。厳密には、ろうではないが、ろうそくとして最も普及している。 一方、ろうそくに代わる新しい照明として、石油ランプやガス灯も用いられるようになった。さらに1840年代には白熱電球の研究が行われており、1870年代には実用的な白熱電球が発明された。糸芯ろうそくは原料によって次のような種類がある。原料と成形方法に大きな違いがあることから、洋ろうそくと、 和老足に大別されることがある。洋老足は古代、エジプトなどで使われていた蜜炉を原料にしたもので、その後、芸油や行油などの動物性油脂を原料とし、さらに現代では綿脂を芯にして、重油を生成したパラフィンなどの原料を型に流し込んで成形したものを言う。和老足は、陶芯と和脂を芯にして、ハゼの木から取る木炉を原料に塗り重ねて作られる。 植物性のものを言う。形状は基本的に芯の周囲に円柱状にーを固めている。銅の表面が螺旋状に凹凸加工されているものや動物、人間、キャラクターなどの形に形成されているものもある。芯は酔ってあり、上端に一部が露出している。蝋側の仮面には植台のピンを刺して蝋側を立てるために穴が開いているものが多いが、 誕生日ケーキ用では金属箔で巻かれており、太く短い防災用ロウソクでは自立して安定するので穴はない。色は様々で、白、赤、緑、青等々で、さらに表面に着色されていたり、何らかの絵が描かれていたりするロウソクもある。桜、蓮の花などを描いた絵ロウソクは、福島県藍津地方などの伝統工芸品である。最近では、 食台のピンを刺すことを想定していないティーキャンドルというものもある。あらかじめカップ状のものに入れられていて置き場所を選ばない時点がある。ローの優点が低くても燃えていられるよう芯を部品で支える構造になっている。ローがすべて液状になるところまで溶け粘性も水のように低くなるので点灯等に注意しなければならない。カップには安価のアルミカップと 照明範囲を広く取るようにしたガラス等のクリアカップがある。ろうそくを灯した時の炎の形は、ろうそくの大きさと空気の状態により異なる。ろうそくの炎は下の部分ほど暗くなっている。色付きのガラスなどに入れることで豊かな光の演出も可能、加えて風に強くなる。方法以下に一般的に売られている西洋ろうそくを屋内で使用する場合について述べる。 ろうそくを食材に設置する。設置する場所は、風のない安定した場所を選び、可燃物の近くを避ける。燃焼途中で消火する場合、吹き消すか、ろうそく消しと呼ばれる、専用の器具を使用する。ろうそく消しろうそく消しには釣り金型と、ハサミピンセット型がある。前者は、炎の上から被かせて酸欠により消火する。 後者は芯を挟んで温度を奪い牢の機化を止めることで消火するので牢の煙による周期や室内の汚れを低減でき、また芯に牢が残り再着火しやすいので点火、消火を繰り返す場合に向いている。ちなみに仏壇に備える牢足では息を吹きつける行為は無作法とみなされるため手で仰いで消したり牢足消しが積極的に使われる。僧侶などでは 指でつまんで消すものもいるが、これは熟練を要しやけどの危険もあるため、一般にはあまり行われない。ククイノキろうそくの代用品として、ククイノキが用いられたこともある。電気ろうそく、電気ろうそくと称するものもある。家庭でのろうそく使用は火災の原因ともなっており、火災防止の観点から、主に仏壇用に売られている。ジーミ用の大型の食材に対応したものもある。 これは、ヤブロチコフの電気ロウソクではなく、電球や LED 照明を用い、交流電源や乾電池を用いた、照明器具である。一部では、炎の揺らめきを再現した、ムードランプ用の電気ロウソクも販売されている。ロウソクは、基本的に屋内の照明として利用されてきた歴史がある。伝統の登場以降は、多くの場合それにとって変わられたが、21世紀に、 なっても、室内照明として、ろうそくを好んで用いる過程もある。また、ろうそくは、耐水性もあるため、災害時の必需品として見直される傾向もある。しかし、火災などの二重災害を引き起こすことも多く、災害時のろうそくの使用をやめるように呼びかけられることも多い。ろうそくの炎は、色温度が低く、落ち着いていて、くつろいだ雰囲気の照明となる。茶道においては、 夜話の茶事において、ろうそくを用いることを常とする。現代のレストラン等でも雰囲気を重視し、テーブル用の照明として使われている。ろうそくを立てたバースデーケーキ誕生日のバースデーケーキで、誕生日を迎えた人がそれを一気に吹き消すというイベント、儀式のため、また結婚披露宴での参加者向けの演出、その他様々なイベント用にも用いられている。 火力は著しく弱く暖房や一般的な調理には不十分であるが、戦時中にはろうそくを熱源とした飯合を用いた炊飯も行われた。ろうそくとは呼ばれないが、非常用固形燃料にはパラフィンを原料とし、芯をつけたものもある。なお、鍋物用など一般的な卓上調理用の固形燃料はアルコールであり、芯がないので、ろうそくではない。欧米では、 コーヒーや紅茶のポットの保温用にキャンドルを用いることもある。ティーキャンドルなどと呼ばれる、背が低く平らで安定したキャンドルを用い、ポットの下で灯し温める。航路を加熱するタイプのアルマ用キャンドルも熱源としての仕様である。ポンポン船のように工作、理科実験で熱源として利用されている。合図用の小型熱気球であった点灯ももともとは、ろうそくを熱源。 高原に用いた。機械式時計が登場するまで、線香などとともに、掲示器具に用いられたこともある。ろうそくから溶け落ちた牢は、風牢のように接着剤としても使われた。また、敷居にろうそくをすりつけて、襖の滑りを良くするなど、潤滑剤としても使われる。耐水性の低い地図などをアウトドアで用いる場合に、ろうそくで両面をこすってコーティングすることで、 耐水性を高めることができる。キリスト教の祭壇の上にろうそくを二つと模している。ヨースキリスト教の祭儀でろうそくを用いている。ヨースヒンドゥー教の礼拝でのろうそくの使用願掛けの、ろうそくろうそくは、燃えるとろうに含まれた成分の香りが、室内に漂うことになる。上の節とも関係するが、聖教会、東方天霊、ローマ天霊のカトリック教会では、 蜜蝋を用いるのが好ましいとされており、蜜蝋はとても良い香りがするものであり、祭儀の最中、境界道の中に蜜蝋の香りが立ち込める。アロマテラピーの工具の一つとしても用いられている。化学薬品を使用してもなかなか改善できない水虫であるが、その原因は皮膚の深い部分に白線菌が潜み、薬剤が浸透しにくいためである。だが、 そくに点火し、溶けたばかりのうを患部に垂らすことにより、溶けたうが熱を持ったまま密着することで皮膚の深い面にまで熱を伝え、その部位の白線菌を効果的に殺すことができると言われており、水虫治療の民間療法として使われている。缶や小鍋でそくを溶かし、筆で熱いうを塗布する方法も使われる。その他に SM において、 肉体に溶けたろうそくを垂らす攻めがあり、ろうそくプレーと呼ばれる。これには、和ろうそくのように、有点の低いろうそくが用いられる。ろうそくは、火事の原因として、上から5番目の位置にあり、平成28年度時点からの過去5年間で261件、死者10名の被害が出ている。そのため、東京消防庁などが広く注意喚起を行っている。ありがとうございます。